どうも、最新情報がちょっとずつ遅いワノ家です。お願いしまーすね。助っ人投手4人全員退団。びっくりしましたね。ロドリゲス投手、ヤフーレ投手に関しては20代でそこそこの結構なね、そこそこというかしっかり成績を収めていたにもかかわらず退団というね、長い目で見るんじゃなかったのかいというそんな感じでございますけども、ヤフーレ投手、特にロドリゲス投手は。リリーフで欠かせないピッチャーに、来シーズンのね、もう先発で2桁勝つんじゃないかってぐらい、素晴らしいピッチングをしていたんですけども、退団ということで。まあ、メジャーのね、契約が決まったのか、それとも他球団が結構大きい額を提示したのか、それともね、ヤクルトに、首脳陣側に何かの考えがあったのか、わからないですけども、一ファンとしてはわからないですけども、僕らファンにダメージが大きい退団のニュースでございました。これ仮にね、新しい助っ人ピッチャーは多分まあ3、4人取ってくると思うけど、結構ハードル高いよ。ヤフーレ投手ね、勝ち数こそ振るってないけども、内容は良かったし、ロドリゲス投手に関しては最後の方はもう小沢投手でのセットアッパーだし、この2枚が抜けるのはだいぶでかいっす。で、サイスイエ投手もね、まあ最後はまあ対談妥当の結果でしたけども、そのリーグ連覇した2年間の結果はすごかったですよ。このね、貢献度を超えるピッチャーを1年間で同時に複数人取ってこれるのかっていうのがね、不安要素でございます。なんというかね、せめて1人ぐらいは残したやろっていう、そんな気持ちはありますけども、僕個人としては、まあ新しい助っ人、特に抑え候補をね、やっぱエスパーダとかしか振るわなかったんで、まあせめて先発で2桁とはもう言えません。先発で8勝ぐらい、規定投球回ぐらい投げて8勝ぐらいできる先発を取ってきてほしい。そう思いました。ちなみにどう思いますか、つばくろ先生。僕もびっくりしたよ。だよね。びっくりしたよね。まさか全員退団するとは思わなかったもん。だよね。そうだよね。つばくろさんもびっくりしますよ。